悲しい夢を見た。誰だろう。若い女の人が地面に両膝をついて泣き崩れている。胸に赤ん坊を抱いているみたいで、上半身を丸めるようにしていた。彼女の悲しみがこちらの心にまで流れ込んでくるような辛い夢だ。でも今の俺には彼女の不幸に泣いてやれる余裕がなかった。涙を流すところか、体中の水分が不足していて、まぶたを持ち上げるのさえ辛かったんだ。よかった。気がついたね。サラ。俺、どれくらい眠ってた？そう長い時間ではないよ。ああ、ユーリ、そんなに乱暴に目をこすったらいけない。ああ。そうか。俺、目が。見えないの？ユーリ。本当に。多分。ほとんどな。かわいそうに、ユーリ。大変なことが起こって、あまりに心の衝撃が大きいと、体に変調をきたすことがあるって聞いたことがあるよ。つまりそれって、ストレス？ストレスで目が見えなくなるもんかな。だって、あなたは無事で、どこも怪我をしていないもの。そうでしょ？あの男は、死んでしまったけれども。でも、あなたは生きてる。そうだ。俺は生きてる。ヨザクは死んでしまったのに。くそ！ユーリ？ちょっとユーリ、どこ行くの？危ないよ！無理をしてはダメ。あなたは疲れているんだから。夢を見たよ。え？女の人が泣いてた。赤ん坊を抱いて泣きながら神様に祈ってるんだ。息子を助けてくださいって。きっと子供が病気なんだ。俺はそれを見てるのに何もしてやらないんだ。ひどい夢だ。でも現実もひどいな。あの女の人には悪いけど、俺にとってはあっちが現実でこっちが夢ならよかったのに。なぜ？だって死にかけてるのは彼女の息子で、俺の仲間じゃない。たとえその神様とやらが願いを叶えてくれなくても、死ぬのはあの赤ん坊で彼じゃないなんて、ひどいこと考えてる。最低だ、俺。そんなことはないよ、ユーリ。あるよ。俺の感覚は腐っちまったんだ。もう。黙って。サラ。何か来る。何かってなんだよ。動いてる。生き物だと思う。生き物？そんな気配全然。え？地震じゃなくて、鳥か、コウモリかも。伏せて。ユーリ！うっせえな！来るなら来いよ！どうせ避けられないんだ。鳥でもコウモリでも、ぶつかりゃいいだろ！しょう！どう？ヘイゼル、今のは？地震だろうね。馬という生き物は私たちよりずっと敏感だ。この国に地震が多いとは聞いていないが。多くはないさ。大きくもない。オートにいたら気づかない程度だ。オートか。もう城壁の影すら見えない。当たり前だろう。北に向かって何日経ったと思ってるんだい。あの子を案じているようだね。危険な地下通路だと聞けば心配もする。後悔するくらいなら縛りつけてでも手元に置いといたらよかったんだ。それは、あれ
いくつになっても親にとっちゃ子供は子供ってことかね。見渡す限りの白い砂漠か。聖鎖国とはよく言ったものだ。私に言わせりゃこんなのは砂漠じゃないね。足を取られるほどの砂じゃないし、この程度の気候なら馬でも十分旅ができる。確かに地上の環境がこれくらいならわざわざ地下に巨大な通路を作る必要などなさそうだ。どうして昔の親族たちは王家の墓場まであんな通路を。それだよ上良教、あれは王族の遺体を墓場へ運ぶための通路らしい。何のために。さあね、何か宗教的な意味合いがあるんだろうさ。数百年前まであの地下迷宮には葬儀を司る住人がいたそうだし、知ってるかい。え、古文書の記録によれば葬儀屋を生業にしていた地下の住人たちにはある共通した特徴があったようだね。それはどんな。彼らの多くは盲目だった。つまり目が見えなかったということさ。まさか。どうユーリ。ああ、頬に怪我をしているよ。血の味がする。痛い。いや。そう、よかった。なあ、今の本当に鳥だった。そう、私もほんの一瞬見ただけで、あとは目をつむってしまったから。でももう行ってしまったよ。だから大丈夫だユーリ。そんなおかしいだろ。何が。鳥なんか飛んでなかったよな。俺ほっぺたの一箇所しか怪我してないし、感触とか全然なかったし。あなたを避けて両脇を通り過ぎていったんだ。そんなはずない。羽ばたきも風も感じなかった。匂いもなかった。何も。こんなの変だろ。変だよな。そうだね、普通なら。でもあなたは今正気じゃないから。何。あなたはとても疲れている。それに仲間が死んでひどく動揺している。だから目も治らない。そしてだんだん他の感覚も当てにならなくなってきた。俺の感覚が変だっていうのか。そうでなきゃあんなにたくさんの動物が脇をすり抜けていったのに気づかないなんてありえないよ。そんなバカな。あなたは疲れているんだよ。自分を責めて追い詰めてる。責める。かわいそうに。あんな男のために自分を責める必要はないのに。ユーリ、あなたの考えていることがわかるよ。全部夢ならいいのにってそう思ってるでしょ。これはすべて明け方に見る太刀の悪い夢なんだって。夢。どんなに悲しい夢でもいつかは終わる。誰かが俺の肩をゆすって起こしてくれる。誰か。あなたがそう思いたいのならそれでもいいよ。誰かが起こしてくれるまで私と一緒にいればいい。くそ、航空チケットを現金で買おうとして何が悪い。まあまあケンちゃん落ち着いて。アメリカじゃ日本人は幼く見られるんだよ。子供が大金を持ち歩いてたら誰だって不思議に思うだろ。だからって人のことを犯罪者か何かみたいな目で見やがって。僕のことヤバい薬の運び屋でもしてると思ったんだきっと。そんなことないって。まあ確かに昔薬なんかよりもっとヤバいものは運んだけどさ。それは君じゃないでしょケンちゃん。知ってる。分かってる。ちゃんと区別できてるよ。
ごめんね、ドクター。そんな顔しないで。ボブから離れて僕についてきてくれたこと、感謝してるんだから。でも、大丈夫なの？何がだい？ボブに背くような真似して、仕事に差し支えたりしない？俺、しがない田舎の小児科医よ。ボブも圧力かけようがないって。まあ、彼は基本的にそういうことはしない人だけど。ならよかった。でも僕の中では彼の評価はガタ落ちだ。いくら渋谷のお兄さんの望みを叶えてやりたいからって鏡の水底を使うなんて言い出すから。普段はそんなに考えなしな人じゃないんだけどね。まさか専用機チャーターしてさっさとスイスに行っちゃうなんてね。彼勝利の頼みとなるといきなり親バカになっちゃうんだよな。親子じゃないのに。そこはそれ、俺にも気持ちはわかるけど。ああ、親といえば君のパパとママの方は？大丈夫。二人とも家の鍵は持ってるから。そうじゃなくてさ。いい意味で無関心。いい具合に放任主義だよ。忙しい人たちだしね。学祭休暇の一週間旅行するって言ってあるから、心配もしやしないよ。ケンちゃん、寂しくない？なんで？俺は選択を間違ったかな。何を？君の家族だよ。ボブはユーリを託すのに完璧なファミリーを選んだけど、君の家の候補を選んだのは俺なんだよね。実はさ、香港の富豪でなかなか後取りに恵まれない一家と最後まで迷ったんだ。へえ。もしかして生まれながらの大金持ちで国際派の坊ちゃんのが良かった？はあ？なんで？だってケンちゃん家族愛に恵まれてないみたいなんだもん。あまり幸せじゃないのかなって心配で。そんなことないよ、ドクター。香港に生まれてたら日本に来るのに手間がかかるだろう。後取り息子じゃそう簡単に移住もできないし、出会うまでに余計な時間がかかるじゃないか。誰に？ユリちゃんに？そうだよ。だから日本で大正解。それはさ、愛ある家庭を諦めてでも手に入れたかったものなの？そうだよ。今度こそ手に入れたかったんだ、ケンちゃん。別に新しい魔王が欲しかったわけじゃない。何もかも話せる相手が欲しかったんだ。隠し事をしなくて済む仲間が、友人が欲しかった。友人？僕はずっと渋谷優里が欲しかったんだ。だから今が一番幸せだよ。失いたくないんだね。うん、絶対に。たとえ誰を敵に回すことになっても。地下をさまよい歩いて一体何日が経っただろう。一つ言えることは、俺は夢なんか見ていないってことだ。夢じゃないんだから、誰も俺を起こしに来てくれたりはしない。そう、どんなに辛くてもこれは現実だ。現実なんだ。ユーリ、まだ歩くの？歩けるの？寝てるわけいかないだろ。ここを抜け出さないと。厄介な人だね。なんだって？動けなくなるのを待ってるのになかなか倒れないんだもの。お前、あの男が死んだ時、これでうまくいく、やっと追い詰めたと思った。都合のいいことに目まで見えなくなった。今度こそはと楽しみにしてたのに。あなたと来たら信じられない強さで立ち上がる。ちっともダメにならない。サラ、お前は。でももう体は限界だ。喉が渇いたでしょ。ああ、かわいそうにユーリ、唇までこんなに乾ききって。ほら、
水、なんでお前が水を、と道の端に時々井戸の痕跡があったんだよ。あなたの目には見えてなかったけどね。私は何度も水を飲んだ。釣り、頼ってきたら助けてあげようと思っていたんだよ。畜生、よこせそんなに欲しい？仕方がないね。死んじゃったらつまらないものね。さら、口を開けて。もっと？いやだ、こんな少しじゃ。欲張りだね、ユーリ。足りない、もっと。いいよ、もっとあげる。じゃあこうしよう。私の質問に正しい答えが出せたら好きなだけ飲ませてあげる。なんですぐくれないんだよ。聞いて、面白い話があるんだ。昔この星砂国で一人の女が男の双子を産んだ。彼女の夫は傷ついた兵士で大陸に流れ着いたよそ者だった。だよ、そんな話。この先が面白いんだ、ユーリ。女の産んだ子供のうち一人はいつまで経っても泣き声を上げなかった。半ば死んでいたんだ。彼女はどうしたと思う？嘆き悲しんだ。はずれ、女は悲しまなかった。二人の息子を抱えて先祖の墓へと走ったんだ。呪われた地下通路を馬で駆け抜けたんだよ。勇ましいね。なぜだと思う？子供を埋葬するため。いや、そんなことで満足するような女じゃないよ。彼女は息子を生き返らせようとしたんだ。神と死者と自らの法力を使って。その結果どうなったと思う？そんなことできない、無理だ。正解。死んだ子供は生き返らなかった。でも死者の世界に連れ去られもしなかった。この世に残されはしたものの生きてはいない。ではどうなったと思う？どうって？怪物を作ってしまったんだよ。彼女は作り上げてしまったんだ。二つの怪物をね。子供二人とも、どうして？怪物がどちらも息子だなんて私は言ったかな。え？一人は息子だよ。でも、もう一人は他ならぬ彼女自身だ。今や彼女は親族が持つ法力以上の力を持ち、死者たちを意のままに操る。死んで生まれたはずの赤ん坊は母親ほど邪悪ではないにしろ、やはり絶大な力を持つ君主だ。それってお前の？王家の墓で何があったか知らないけれど、人知を超えた力の誕生だ。生き返る以上の収穫だよ。もちろんそうさ。だって彼女は何より力のある跡取りが欲しかったんだから。ただ息子に生き返って欲しかっただけじゃないのか？生き残った息子さえ力がないからと捨てた女だよ。違う、母親は悲しいんだよ。悲しまないわけがないじゃないか。彼女は息子たちを愛していた。俺は見たんだ。見たってどこで？作り話はやめて。赤ん坊を抱いて泣きながら神様に祈ってた。
この子をどうか助けてって。嘘ばっかり。サラ、愛してたならだったらどうして彼女はその力を私にも与えようとしなかった。そんな力欲しいのか。すごいったって死者を操る力だろ。そんなもののどこが羨ましいんだ。痛い、腕が幽霊だ。誰だって権力は欲しいさ。俺だってだが我が身に授からぬ力など世にあってはならぬ。ユーリ、持つ者は全て退けよ。死をもって排除せよ。それが本当のあなたなの？なんだ、そうだったんだ。だったら私たちは同類だ。もっと親しくなれる。俺は、違う。ねえ、一緒にこの地下通路を抜けて王族の墓へ行こう。そこで母上やイエルシーと同じ、いや、それ以上の力を手に入れるんだ。やだ。あなたも気づいているんでしょ？墓の中に何かあるって。そう。この世の誰も手に入れられなかった至宝が。ね、ユーリ。やめろ。ユーリ。名前を呼ぶな。ユーリ。え？ユーリ、そこにいるんですか？コナド？俺です。ご無事でしたか？大丈夫。でもどうして？ヘイゼルに砂漠を案内してもらいました。どこかお怪我は？ユーリ、怪我はないよ。よかった、すぐ上にお連れします。おや、ずいぶん遅かったね、ウェラー卿。サラレギ陛下。あ、ごめん。こいつを、サラを先に上へ。ユーリ。違う、逃がすわけにはいかないから頼んでるんだ。こいつを野放しにはできない。拘束して見張りをつけたらもう一度俺を迎えに来てくれ。いい？もちろん。では失礼して。いやだ、私は行かないよ、行かない。地下を行く。砂漠で砂にまみれるなんてごめんだもの。落とされたくなければおとなしくしていなさい。あ、そうだ、ウェラー卿も私たちの旅に同行すればいいよ。そうすればユーリも寂しくない。そうでしょ？残念だけど、サラレギ陛下、君の助言は受けかねる。それと、てめえからはもう水の一滴ももらわねえ。なんか、コンラッド。はい。なるべく早く戻ってきてくれ。話があるんだ。わかりました。本当に早く戻ってきて。話って何？内緒なの？うるせえよ。ユーリ。ああ、もしかして。あの男を死なせたって話かな？誰かちょっと俺にこの条件を解説しろ！はい！何ですか？あの、下半身だけウェットスーツで張り切りまくって準備体操をしているお年寄りは何だ？私は年寄りじゃない！おい、ボードの上で跳ねんなよ。どうやらこのボーデンコに潜る気満々ですね。おお、ボーブ、意外といい腹筋ですね。サンキューアービーじゃなくて、潜るってそんなグラサンのままで、しかも今夜なのに。それなら勝利だって。目が、俺はいいんだ。
メガネは顔の一部です。おう、メガネの上からゴーグルするつもりですか？もちろんだ。メガネがなきゃ湖に沈んでる箱とやらを探せねえだろうが。変なの、みっともなくて見ていられないわ。言わせておけばこのアメリカ錦鯉め、日本人のメガネ男子に対する畏敬の念がチートばかし足りんようだな。はい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 、はあ、大きく息を吸って吐いて、はあ、おいボーブ、準備体操に余念がないようだが、あんた本気で潜る気か？当然だろ。何か問題でも、ジュニア？ご老体にダイビングはお勧めできない。人を年寄り扱いするな。勝利、あなたこそちゃんと潜れるの？まあ多分な。ライセンスは？バリバリインドア派の俺がそんなもん持ってるわけねえだ。気合で潜るんだ、気合で。先が思いやられるわ。いい？くれぐれも足手まといにだけはならないでちょうだいね。それはまずこっちのお年寄りに言ってやれ。こら、年寄り扱いするだって。ん？どうした？なんだこの音。もう、おい、なんかすごいのが近づいてきてるぞ。どうやら招かれざる客まで来てしまったようだな。ケンちゃん、今頃あの人たち暴殿湖で特殊部隊に取り囲まれてるかもね。特殊部隊？あの人たちってボブのことかい？うん。なんでまたそんな物騒なことに？僕が情報を流したからだよ、スイス連邦当局にね。第二次世界大戦中、ナチスが血眼になって探してたオーパーツが暴殿湖にってさ。ケンちゃんったら恐ろしいこと知って。みんなの意識が湖に集中すればこっちはノーマークになるだろう。でも箱の問題に国が介入してきたら厄介なことになるじゃないか。万が一にも鏡の水底を引き上げちゃったりしたら。ありえない。なんで？鏡の水底は暴殿湖にはないから。え、でも箱は水の底に沈めたって。君言ったよ、確かに僕がこの手で沈めた。まあ厳密に言えばあの人間不信のフランス人医師アンリ・レジャンがやったんだけどさ。だったら。ただし湖じゃない、海底に沈めたんだ。さっき飛行機で上空を通ったろ。通った？太平洋に？それってどういう？かいつまんで説明するよ。昔々僕の魂のご先祖様が4つの箱のうち2つを抱えて地球に飛んできた。あの鬱陶しいくらい髪の長い大賢者とか呼ばれた男だ。これオッケー？オッケー。アンリ・レジャンの時代、近畿の箱は2つとも冒険家ヘイゼル・グレイブスの手元に揃った。あ、ほら例の錦鯉アビーの曽祖母のさらにおばあちゃん、あ、ややこしいな。とりあえずその女性がヘイゼルだ。ところが凍土の豪華はヘイゼルと共に燃え尽きて、残った鏡の水底は噂を聞きつけた独裁者に奪われてしまったという話だけど。そう、その後アビーの曽祖母にあたるエイプリル・グレイブスが鏡の水底を取り戻し、戦争に使われることのないよう暴殿湖に沈めた。でもレジャンは信じられなかったんだよね。何を？あらゆるものをさ。軍部が半永久的に箱の在りかに気づかないだろうなんてこともこれっぽっちも信じられなかった。だから箱を移動させたんだ。大戦後密かに湖から引き上げて自分で監視しようとして。ああ、レジャンは戦意だったっけ。なるほど。常に船に積んで移動してれば箱の場所は特定されにくいもんね。でも結局は海に沈めちゃったわけだろ。いや、彼が最後に乗り込んだ民間船は味方の誤爆で沈没したんだ。ああ。どうしたのドクター？泣きそうな顔してるよ。だってさ、あるんだね
その時の記憶が君の中にある。言って、源ちゃん、話して。話すまでもないよ。でも聞かせてほしいんだ。変な感じだよ。落ちていくんだ。仰向けで海水越しに空を見てる。見上げた視界に何人もゆっくりゆっくり降ってくるんだ。水の膜の向こうで赤やオレンジの火花が弾けて綺麗で、あの後死んだんだろうな、きっと。ごめんよ、思い出すと辛いかい？ううん。どうかな、ドクター、症例の参考になった？ケンちゃんは病気じゃない。だから症例なんて言い方しない。いつも言ってるだろ。そうだったね。とにかく鏡の水底は太平洋のどこかに沈んでる。多分アンリ・レジャンの遺体と一緒に。つまり当面の問題はもう一つの箱、凍土の豪華に絞られてるわけで。でもそっちは何十年も前に灰になったんだろ。焼け残った破片を残してきれいさっぱり消えてしまったって。一応そういうことになってるね。でも僕は行っちゃってるんじゃないかと思ってる。行くって？あっちに。そんなバカな。ヘイゼルと一緒に異世界に飛んだと考えれば辻褄は合うだろう。それを確かめたくて僕らはこうしてアメリカまで来たんじゃないか。あなたの知り合いが持ってるっていうその凍土の豪華の破片を確認するために。そうだけど、でもボブに内緒で貴重な箱の情報を提供してくれてありがとう、ドクター。破片が本物ならおそらくあっちへの手がかりになる。ケンちゃん、ちょっと待って、なんだかボブが気の毒になってきたぞ。どうして？だって、つまり今までの話を総合すると、いくら潜ってもボーデン湖では絶対に箱は見つからないってことだろ。まあね。なのにケンちゃんたらそれを知ってて、あえて彼らの前であんなに慌てた芝居を打って見せたってことじゃないか。ああ、悪い子だな。カラオケボックスの話？あれは芝居じゃない。本気で焦ってたんだ。だって渋谷が行方不明なんだよ。そっか、困ったね。そうだよ、困るんだ。早く見つけないと。違う、ケンちゃん、有利の存在にそこまで固執する君のことが心配なんだ。寝ないでください。戻ってきました。水です。さあ飲んで。急いではダメだ、ゆっくり。生き返った。どれくらい飲んでなかったんです？ずっとだよ。でも平気だ、生き延びた。よかった、本当に。あなたを失うかと思った。大げさだよ、コンラッド。具合が悪そうだ。そりゃ絶食が続けばげっそりもするさ。味にこだわらなければ食料も持ってきています。地上に出たら。その前に話があるんだ。はい。あいつ箱を狙ってる。サラレギンが？でもまだ箱には気づいてないみたい。王様のお墓に何かがあって、母親と弟が特別な力を得たと信じてる。それで自分も欲しがってるんだ。母親というのは？あの、そう、なんだっけ、アラジンだかアマゾンだか。アラゾン。あの兄弟の話ではどうやら重い病で
容態が思わしくないとか。うん、わかりました。箱が絡むと漁師マロンは厄介だ。用心に越したことはない。さあユリ、ヘイゼルたちが上で待ってる。立てますか？待って、まだ話は終わってない。さっきあいつが言っただろ、彼を、ヨザックを失った。そうでしたか。有事の際だ。仕方がない。仕方がない？あなたのせいではない。違う、俺のせいなんだよ。地下なんかに入らなければ。違う、もっと早く走れていれば俺が。陛下、その先は考えなくていい。考えるよ。あの時ああしておけば、そしたらヨザックは生きて。陛下、生きてまだ隣にいて、いつもみたいに俺をからかってた。ごめん、どうしよう。あんたの親友を俺が。落ち着いて。俺が今何を言ってもあなたはご自分のせいだと責める。だって本当に俺のせいだ。目の前で仲間が死んだんだぞ。俺がどんなに悔しいかあんたにわかるか？わからないとお思いですか？俺が何人殺したと思っていますか？俺が、グエンダルが、ヨザックだってそうだ。何人殺し、死なせたと思いますか？数えきれない。でもそれは敵だろ。戦争だったんだから。敵だけじゃありません。味方だって、自分よりずっと若い、まだ少年のような新兵もたくさんいました。みんな死んだ。俺のせいだ。あんたのせいって。俺の命令で進軍し、命を落とした。兵士の死は指揮官の責任です。戦の勝敗は軍を統括する指揮官、ひいては民の王さたる王の責任です。確かに俺は生き延びられまいと知りつつ進みました。戦って死ねと。そう命じた分、あなたよりずっと罪は重い。コンラッド、ギーザラがよく言うんです。もっと助けられたんじゃないかと。もっと迅速に動き、的確に治療を施せば一人でも多く救えたのにと。俺は彼女が羨ましい。どうして？俺は誰一人として救わなかった。そんな。生きて帰って死んだ兵士の親や家族に報告しなければならない。悩みました。本当にどう告げればよかったんだ。こう言えますか？あなたの夫は、ご子息は、勇敢に戦いましたが、私のせいで死にましたと。言えますか？陛下なら、どうおっしゃいますか？役目を果たし、命を落としたと。そう。それで十分です。知らせてくださってありがとう。感謝します。でもそんなの。何のために自分の命を懸けるか決めるのは兵士自身です。あいつは誰のために自分を使うのかを決めたんです。その決断を認めてやってください。でもお願いですから、一人の兵士のために王がいつまでも悔やんでいては民に示しがつきません。王様なんだから一人で耐えろって。ユリ、
そうは言ってない。じゃあ俺の胸でならいくら泣いても構わないと。それからはあっという間だった。脱水症状寸前まで大泣きした俺はちょっとだけマシな気分になって地上へつながる穴を見上げた。そこでコンラッドに目が見えなくなっていることがバレ、俺の体調と上の様子を警戒した彼は再び一人で地上へ向かったんだ。はあ、見えないとすっげえ不便。あれ、コンラ、違う、誰だ、誰かそこにいんのか。冗談じゃねえ、殺す気かよ。誰だお前。相手の落とした剣の切っ先を拾い敵らしき人影に意識を集中させた。すると、あ、なんだろう、またあの時の誰かに人格を乗っ取られるような感覚が一気に俺の体を包み込んだ。兵士風情が我が身に傷を負わせようと。しょーし、ボルフ、なんでここに。ボルフラメ、まさか俺今お前を。ユーリ、見えなかったんだ、本当に知らなかった。僕もだ、違う声が聞こえて。大丈夫か、なあ、どこ切った俺。ごめん、俺のせいだ。違う、お前のせいじゃ。なんでみんなしてそう言うんだよ。手がぬるっとしてる、お前違う、見せてみろ。そうだ、俺がな。こうすれば多分傷が少しはマシ。やめろ。ボルフラム、僕に触るな。ごめん、悪かった、間違えたんだ、お前だなんて思いもしなくて。ユリ、よかった、コンラッド、ボルフラムの怪我がひどいんだ、手伝ってくれ。俺が手を当てて治す間だけ抑えて。ボルフラムは大丈夫、服と腹を少し切りましたが間にあった守り袋のおかげで傷は浅い。でも血が。あなたの血です、手のひらを切ってる、それに肩も。え、本当だ。えって、地上へ上がって治療しましょう。それとフォン・ビーレフェルト卿は彼を拘束します。は、なんでだよ。ボルフラムはあなたに剣を向けた、許されることではありません。ちょっと待って、違うって、誤解だ。勘違いするな、ウェラー卿、僕は神魔国の軍人だ、お前の命令は聞かない。ボルフラム、ただし今後僕を監視し魔王陛下に近づいたら力ずくでも止めろ。承知した。待てよ、監視ってなんだ、近づいちゃダメってなんだよ。お前が知る必要はない。なんでだよ、だいたいどうしてお前がここにいるんだ、全部説明しろ、じゃなきゃわかんねえよ。どうしてここにいるかだと。ふん、陛下のそばに立つのが僕の務めだろ。そう、だから探しに来た。何か文句があるか。あ、ありません。よし、ほらさっさと地上に戻るぞ。でも上ってもう大丈夫なのか、さっきトラブルがあったっぽいけど。お前がここに隠れている間、コンラートの連れとここらを仕切る騎馬民族の一つが小競り合いを起こしていた。それで僕らが合流して、こいつの連れのヘイゼルとかいうご婦人に協力し騎馬民族を追い払った。だから安全だ。そういうことです。だがそろそろヘイゼルたちもあの厄介な荷物の扱いに困り始める頃だ。厄介な、
サラレギ置きっぱなしだっけ、忘れてた。行きましょう陛下。あ、うん。俺はもう一度だけ元来た道、地下通路の奥を振り返った。ユーリ、この土地に一人で眠らせたりはしないから。本当に？ええ、これまでも可能な限りそうしてきました。だからあいつは必ず故郷に返します。今すぐにとは言えないけれど。うん。彼が故郷と決めた場所が、どうか俺のそばでありますように。なんかこんなにあっさり手に入るとは思わなかった。こういう時はラッキーって思わなきゃ。ケンちゃん、日頃の行いがいいから天の神様がご褒美をくれたんだよ。ドクターはいい人だね。魔族なのに神様信じてるんだ。うん、ホロスコープも四柱推命も、ついでに血液型占いだって信じてるよ。僕は心配性だからさ、こんなにサクサク話が進むと意地の悪い昔馴染が運命に細工してるんじゃないかと不安になるんだよね。すごいな、そんなカリスマウィザードと知り合いなのかい？ウィザードじゃなくてキングだけどね。いや、むしろジョーカーかも。他人を意のままに操らないと気が済まない強引で傲慢な男だよ。まあどっちでもいいじゃない。箱のかけらは今やケンちゃんのものだ。そうなんだけどね。よっ。ああ、それ泣く子も黙る金器の箱のかけらだろう。保管場所がジーンズの尻ポケットなんて随分扱いが雑なんじゃない？凍土の豪華は火の属性だ。大きな火に近寄りさえしなければ大丈夫。じゃあ、うっかり火事場の野じ馬なんかしないようにしないと。まさかそんなこと。ね。大変、事故だ。行こう。ああ、ちょっとケンちゃん、助けて、助けてちょうだい。落ち着いて奥さん。鍵を開けて。助けてちょうだい。衝撃で鍵が開かないのかも。窓割るよ、捨てて。割るってケンちゃん。それ箱のかけら、頑丈な金属がついてるだろ。ドクター、女性を外へ出して、あっちの芝生まで運んで。よし来た。奥さん、俺に捕まって。よいしょ。ちょ、ありがとう。救急車を呼べる。あと警察も。オッケー。ああ、事故車からは早く離れた方が。しまった、ガソリンが。ケンちゃん、火が。逃げて。逃げる。いや、カメラが引っ張られてる。移動できるんだ。僕は行くよ、渋谷。君の元へ。髪を切ったのか。しかも焦げている。誰の話？こちらは初めましてなんだけど、新王陛下。久しいな、俺の大賢者。所有格で語るのやめてくれないかな。随分と不機嫌なことだ。ここはどこ？ついでに君は
どうして全裸なの？服くらい着なよ。それじゃ本当に裸の王様だ。これはお前の都合で作り上げた姿だ。今の俺に肉体などない。肉体がない？あ、じゃあ君やっと死んだんだね。おめでとう。この状態で死んだと言っては本物の死者に申し訳ないな。どういうこと？一時的に肉体を離れているだけだ。ここと神王廟をつなぐのに俺の体が必要だったからな。なるほどね。でも僕もう行かないと。渋谷を探している途中なんだ。渋谷？君が選んだ魔王の名前だ。知らないとは言わせないよ。あの子供か。今までの言動を見るにあまり賢そうとは思えんな。極上の魂を使っておきながら彼に特別なアビリティを与えなかったのは他ならぬ君だろ。彼に不足があるならなぜ手助けをしてやらない？俺は誰も助けない。これまでどの王にも力を貸したりはしなかった。ツェリにもその先代にも。そう。だがお前がどうしてもと頼むなら今回だけは介入してやってもいい。その代わり箱を集めろ。なんだって？その手の中にある金属は凍土の豪華の一部だろう。お前が行こうとする先には箱全体があるはずだ。それを持ち帰る。いい加減にしろよ。なんで今になってまた箱を手に入れようとするんだ？考えてもみろ。あの箱が人間どもの手に渡ったら戦が面白くなくなる。そうだ。君は愚かだ。誰よりも強く偉大でなければ気が済まない。その通りだ賢者。お前は昔俺に黙って箱を葬り去ろうとした。四つの鍵も俺の身に宿さずそれぞれ別の進化に負わせてしまった。君に全てを与えるのは危険すぎたからだ。なぜ？俺は箱を使わない。戦に宗主の力を借りるつもりなどみじんもないぞ。知ってるよ。でも協力はできない。俺の望みはお前の王の望みだ。共に目的は箱を開けぬこと。同じだ。違う。僕は彼のためなら何でもするけど君のために働く義理はない。俺の敵に回るつもりか？場合によっては後悔するぞ。俺の機嫌を損ねて良いことなど何一つない。脅しは効かないよ。君の機嫌を取る必要が僕には感じられないし、君が渋谷の敵になるというなら僕は君の敵にならざるを得ない。だが俺にはお前が必要だ。それをあの時ちゃんと彼に言えばよかったんだ。たとえ嘘でも言ってやれば傷つけ合って別れることもなかった。今ではダメか？もう遅いよ神王陛下。その言葉を求めていたのは僕じゃない。行け。行ってしまえ。お前の新しい王のもとに。どうせお前も弟も俺を憎んでいるのだろう。バカだね君は。本当にいくつになっても。へばってないかい陛下？俺は平気だよヘイゼル。今は砂漠ばっかりだけどもう少し進めばオアシスがあるはずだよ。ところで陛下、一つ気になっているんだが。ん？あの腹を怪我している童話のプリンスみたいな綺麗な子、何が気に食わなくてあんなにプリプリしてるんだろう。あれは多分
俺があいつを傷つけたから。なんだって。地下で何かあったんだね。味方同士で殺し合うようなことが。どうしてそれを。いいかい坊や、地下通路は邪悪な場所だ。人の心をえぐり深い傷を残す、そういう呪われた場所なんだ。ヘイゼル、どうしたんだよ。百戦錬磨の冒険家らしくもない。冒険家だからこそだよ。私はこの目で見たことは信じる。あそこではね、見たことは全て起こる、現実になるんだよ。たとえどんな非常識な現象でもね。非常識ってどんな。ありえない光景が広がってたり、ありえない理由で仲間が死んだり。それ覚えがあるかい。でもそれはあんたのせいじゃない。自分を責めちゃいけないよ。箱と一緒にこっちへ来て、王家の墓場からあの地下通路を抜けるとき、私もね、人生で一番の苦渋を舐めたよ。同じことを誰かに言った。地下通路のことかい。そう。いや、誰にも。私の知る限り誰もあそこには入らなかったから。じゃあ俺だけなんだな。俺だけがあんたと同じ経験をしたんだ。そういうことになるね。だったらこう言えるのも俺だけなんだな。ヘーゼル、誰のせいでもない。自分を責めちゃダメだ。ありがとうよ坊や。ようやくたどり着いたオアシスは予想以上に美しかった。らしい。らしいというのは、俺の目の調子が相変わらずで、感動の景色を直接眺めることができないせいなんだが。水質汚染？あんなに澄んだ湖の水が？そうだ。オアシスの住人の話じゃ、どうやらここの水源をめぐって、二つの騎馬民族がしのぎを削っているらしくてね。豪を煮やした片方が術師を送り込んで、たった一晩で飲めない水に変えてしまったようだ。宝術使いの仕業か。厄介だな。なんで宝術だとまずいの。宝術で変質したものは宝術か、それを上回る魔術でしか元に戻せない。でもさ、騎馬民族の皆さんだってここの水源を使うんだろ。オアシス汚したら自分たちも飲めなくなって困るじゃん。問題の騎馬民族の連中は定期的にやってきて水を汲んで帰るそうだよ。やはり水質を操る術者を抱えているな。自分家だけ良ければそれでいいってことか。嫌な奴らだな。ルール違反だ。公共の福祉に反してる。砂漠での水源の独占はそのまま権力の掌握につながるからね。なるほどね。じゃあさ、独占させなきゃいいわけだろ。ユーリ、何をする気だ。市場開放だよ。水が元に戻ったって、そういう噂を流すんだ。決戦の時はすぐに最悪の形でやってきた。俺が流した水源汚染解消のデマに慌てた騎馬民族が夜になってオアシスに乗り込んできたのだ。問題は汚染組とは別の騎馬民族までもがほぼ同時に現れたこと。二つの敵対する勢力がオアシスで戦いを始めてしまったのだ。空気が熱い。なんだこれ。何が起こってるんだ。火事だ。電柱が火を放ったのさ。ユーリ、炎が来る。避難するんだ。行くぞ。音だけでわかる。火の勢いがすごい。普通の火事じゃないのかこれは。火事に普通も異常もない。いいから早く町を抜けな。でないと煮立った湖に追い込まれるよ。ユーリは見えないんだものね。私が説明してあげる。サラレギ、貴様。すごいすごい、町中が燃えてるよ。まるで炎の蛇に飲まれたみたい。これはきっと宝術で作った火だね。そうに違いない。
術？知っている？王術で生まれた日は特別なんだ。水をかけたところでそう簡単には消えない。一方の騎馬民族が攻撃的な砲術を使う親族を何人か抱え込んでいた。そいつらにやらせたんだ。汚いことする。人が燃えてる。何？人が燃えていると言ったんだ。ほら、そこにも、こっちにも。次々湖に飛び込んでいるけれど、すごい、まだ燃え続けてるよ。人が…幽霊！待ちな、坊や！そっちはダメだ！仕方ないね。落ち着きな、坊や。陛下！水のドラゴン。うわうわ。この後ユーリが湖に。分かってる。ヘイゼルも一緒に流された。すごい、これがユーリの魔術なの。ああ、ほら、あっという間に炎が消えてしまっているよ。うわ、二重死の瞳じゃなくて二重もの銃口が俺に。あー、はいはい、ホールドアップホールドアップね。オッケーオッケー。さすがの私も二重は新記録です。おい先短い年寄りに銃を向けるとは平和の精神がなっておらんな。こういう時だけ年寄りぶるなよ。しかし何あの人たち、警察？地元警察の立ち入り？箱を引き上げるどころかまだ潜ってもいないのに。勝利。ああ、あれか、ボーデンコって遊泳禁止？それにしちゃ随分大掛かりだが。あの連中は警察じゃなくて軍隊よ、スイスアーミー。銃をよく見て、38口径じゃなくて9ミリを持ってるじゃないの。よく見てもよくわからないね。日本人って危機管理がなってないわ。そっち送りと一緒にすんな。っていうか、あれで撃たれたら痛い、やや痛い、死ぬほど痛いのどれだろう。痛くはなかろう、その前に死ぬからな。え、とりあえず来たのがドイツ軍じゃなくてスイス軍で助かったわ。なんで？うちのヒーグランパ先輩扱いでドイツ本国に入国禁止なの。お前一度じいさんは何やらかしたんだよ。てかボブ、どうすんだよこの状況。どうにかしないとまずそうだな。あんたのことだから軍のお偉いさんにコネとかあるんだよな。な若者に頼られるのはことのほか嬉しいものだな。よかった、さすが。おい、助かったぞグレイブス。だが残念ながらスイス軍に知り合いはいない。何を言うかもしてんだよ。全員このままそこへ座れ。動くな。はい、すいません。手は頭に乗せたままだ。ちょ、やめて、変なとこ触っちゃねえ。勝利、作戦変更。ここからはプラン B でいきます。ああ、なんだそりゃ。私が靴ひも結び直してるスキーに勝利、敵のマシンガンを奪ってズカガガガ撃ちまくる作戦です。名付けてヤマト魂。それ薬師丸の間違いじゃね。出てきるかそんな物騒なこと。銃乱射なんて無理。こう見えても俺は生粋の日本人だからだ。世界に名だたる平和ボケなるんだ。日本人なら日本刀とニューナンブーですもんね。その認識もどうかと思うが。危ない、後ろ。え、勝利吸って。
のスプレー。酸素よ。ねえ見て、あの水の底何かある。ああって何笑ってんだよ。箱かも。行くわ。俺のだ。待て、素潜りだ。なんだこの水の流れは。何が起きてる。あの、おかしい。なぜだ。湖の底へ吸い込まれる。なんだここは。湖の底にしちゃずいぶんと明るい。ん？誰かいる。東洋系の若い男とその横にいる。ああ、あの娘は。兄貴、帰るから。今はまだダメだけど。あの子、本当になんてよく似てる。今はまだダメだけど必ず帰るから。だから、ジュニア、ジュニア、ジュニア、しっかりしろ。勝利、傷は浅いぞ。俺はよかった。ジュニア、おお、生き返りましたね。ボブ、アビゲイル。湖から引き上げた時には息をしていなかったから肝を冷やしたぞ。で、おい、さっきの飛行機は何だ。あんな超低空飛行しやがって。まさかあのまま、おい、事故ったんじゃないだろうな。まさか。あのパイロットはドイツ軍上がりで腕がいいんだ。え、スイス軍に知り合いはいないが、スイスの銀行家には友人がいる。場を賑やかすためにプライベートジェットで飛んでもらったのだよ。はあ、確かに大騒ぎだったけどな。だが湖を揺るがす力の一部にはなった。その証拠に君とアビーはあちらの世界を垣間見たではないか。ああ、俺は行ったの。一瞬だけど行ったのよ、私たち。すごーい。行ったってどこへ。覚えてないの、勝利。固定から異世界へ行ったんだってば。しかしジュニアもアビーも箱にはたどり着けなかったのだろう。ではなぜ異世界の扉が一瞬でも開いたのか。いいんだ、もうそんなこと。今はまだダメだけど必ず帰るから。待ってる、待ってるよ。だから絶対帰ってこい、ジュニア。勝利、ねえ、あの時一緒にいた老婦人は弟さんの知り合い？あ、ばあさん。ええ、そんなの見てないぞ。何しろ俺はゆうちゃんのことしか目に入らない男だからな。ブラコンって、ああ、どうした。メガネのありかを思い出したか。あ、そういや、メガネなくしてる。あ、でもそんなの関係ねえ。ゆうちゃんが、ゆうちゃんが俺のこと兄貴って言った。兄貴って。どうして嘆くんだ。兄と呼ばれたかったんだろ。違う、兄貴じゃない、兄貴じゃないんだ。こんな時までお兄ちゃんと呼んでくれないなんて。はあ、ブラコン。お加減は。最悪だよ、俺。最低だ。残念ながらギーズラは同行していません。魔力が強くてこの国には上陸できなかったそうです。そんなこと聞いてねえし、別に体調悪くないし、ギーズラも必要ない。何か変わったことは。あ、兄貴を見た。見たっていうか、会った。
驚いたことに彼女連れだったよ。しかも外国人で美人。勝利いつの間に。いつ？湖に落ちた時。あなたが自分を失った時ですか。意地が悪い言い方だな。すみません。しかしどうやって。兄上は魔力をお持ちですか。さあな。学力は高いけど。あれ、メガネだ。なんで。他に具合の悪いところは。ない。あれだけ派手な魔術を披露しても。ああ、そういうことか。別に平気だ。少し疲れてるかなって程度。これではボルフラムを遠ざけた意味がない。治癒以外で魔力を使ってしまうなんて。なんだそれでか。どうしてあんなにきつく言うのかと思った。大丈夫だよ。あんたちょっと心配しすぎ。あなたを心配するのが俺の仕事です。まあ別に目新しいことは何にもないって。相変わらず視力も弱ってって。あれ、待てよ。どうしました。見えてたんだ、あの時。水の竜と火柱と勝利の顔も見えたし。今は元に戻っちゃったけど。一時的にでも視力が回復したのは良い兆候です。そうかな。ま、見えなくても他の感覚が鋭くなってスポーツに役立つかもしれませんよ。目で見たことだけが全てではないとも言うし。ヘイゼルとは逆の意見だな。彼女は見たことは全て起こるって。聞きました。地下通路のことですね。うん。それでさ、思ったんだ俺。見ることで幻覚が現実になるんじゃないかって。その証拠に目が見えなくなってからは何も起こらなかった。何かが来るってサラが言った時も最初の一匹がかすめただけだったし、ボルフラムを敵と間違えたのだって剣先が光ったからで。だったらヨザックは本当は死んでない。あいつは最後に何て言いました。え、それは俺に走れと。だったらそうしてやってください。振り返るべきではない。だって生きてるかもしんないんだぞ。生きていれば自力でどうにかするでしょう。でもヘイゼルが。では、幻だという最初の一匹の傷があなたの方に残っているのはなぜですか。これは一瞬でも来ると信じれば肉体に影響を及ぼすんです。やめろ。彼にとっていわば幻覚じゃなかった。無傷とはとても言えない。やめてくれ。俺を冷酷な男だと思いでしょうが。そう思う。初めてそう思う。しかもあんたは俺にもそうなれって言うんだよな。非常になれって。そうは言いません。今回は事情が特殊でしたが、今後はこういうミスがないよう取り計らいます。俺かフォン・ボルテール卿が、もしくはフォン・クライスト卿が。あなたが心を悩ます必要はない。そのために我々がいる。そんなグエンダルみたいな言い方。誰かが申し上げねばならないことですから。だったらグエンに言わせろ。その方がよっぽど信憑性がある。納得できる。ではフォン・ボルテール卿の言葉としてお聞きください。できるか、そんな卑怯なこと。あんた言ったじゃないか、兵士が死ぬのは指揮官のせいだって。ですが陛下。聞けよ。俺がトップに立ってる以上は負けたら俺の責任なんだ。一人で勝つことはできないけど、一人で負けることは簡単にできる。俺が悪いんだ。浅はかだった。調子に乗って甘い作戦を実行させた。俺のせいで今日この町はダメになった。少し休んだ方がいい。そうする。おやすみ。眠ってる？ああ。嘘つけ。寝てるやつは返事しねえよ。
条件反射だ。泣き言をこぼされそうだと察知すると返事をせずにはいられない。普通は寝たふり決め込むんじゃねえの。僕は親切だからな。お前がいてくれて本当によかった。どうした、気持ちが悪いほど素直だな。もう意地を張る気力もない。そうか。あのさ。なんだ。俺のベッド窓際だったからさ、湖の水でびしょ濡れなんだ。今夜はお前んとこで寝てもいいかな。その一緒に。ほら来い。サンキュー。不本意ながらギュンターも一緒だ。ほら。なんかこのお守り髪の毛チクチクすんですけど。計10割だからな。ギュンターウール 100% かよ。ひって笑ってないで早く寝ろ。明日も強行軍だ。今夜はきっと眠れないだろう。罪悪感と後悔で。